こんにちは、ボイスロイドのゆずきゆかりです。こんにちは。首都になってほしいと思う都道府県ランキングが発表されてしまいました。もちろん静岡が8位っておかしいだろう。3位が京都、2位が大阪、1位愛知。はあんなトヨタがなくなったらレゴランドしか残らない東海4県最弱に首都が務まるわけないだろ。愛知が首都になったら全国にスガキヤが出店してしまうぞ。ええんか。地理的に日本の中心である静岡こそ首都にふさわしい名誉静岡県民の絆あかりです。それでは本日のニュースはこちら。驚法、長短50人前、さすがに怒られる。あなたはどう思う？とあるネット民の焼肉屋での事件が話題です。焼肉食べ放題でウェタンばかり食っていたら店長にマジギレされてクソワロタ。たった50人前だぞ。こんな頼む人初めてだとか消えてたけど、ほなら食べ放題やめろよな。この投稿が話題を呼び、3月18日時点で 9.6 万バズしてしまいました。焼肉屋で上タンだけ頼むなんておかしいだろ。普通カルビロースハラミ、カルビロースハラミで回して気が向いたら豚バラ頼むよね。タンを頼むなんて焼肉しろとか。普段なら対立煽りのクソコメントなんだが、上タン50人前頼む人と比べると霞んで見える不思議。ポスト投稿者は追記として、なんか炎上しているので補足するけど、他に頼んだメニューもある。冷麺1、ビビン麺1、エカルビ6、サンチュゴ、韓国のり15、キムチたくさん。食べ残しは当然 0.1 度に注文したわけではなく、5人前ずつくらい頼んで食い切ってを繰り返していた。店員に文句言ったりはしていない。怒られてからはおとなしくウェタンより行き諦めて普通のタン頼んだ。怒られてもタン食ったのか。これが本当のタン力ってね。やかましいわ。なんでそんなにタンばかり頼んだの？嫌がらせ？ウニよりもマグロよりも牛タンが大好きな狂人だからです。卸業者から 20kg 買って家を食肉加工工場にするくらい好き。最近卸相場がガンガン上がって買えなくなったので、ウェタン食べ放題を探していたのです。牛の部位って一番うまいの牛タンだよね。やっぱ焼肉屋でタンと白米頼むやつっておかしいわ。お前らも家でタンを限定で買ったり、稲から米作ってんだろ。焼肉屋白米民は米農家だったんだ。いつも美味しいお米をありがとう。食べ放題なら問題ない派、食べ放題でもモラルがないよ派。この上タンガチ勢の対応にネット民は賛否割れてしまったというわけです。おろおろ、どうしよう。ネット民同士で対立が起こっている。争いはやめて、戦う必要なんてないじゃない。平和を愛する静岡県民はネット民に呼びかけるが、彼らは怒りに支配され私の声なんて届かない。自分の無力さを嘆くあかり。しかし突如天からの啓示が。諦めないで、あなたには歌があるでしょ。彼女は再びマイクを取る。そう、この歌がネットの平和につながると信じて。憎しみが絶えないネット民のために歌います。みだらー大好きよ、もっともっと私を愛してた。視聴者の通信料を無駄に奪ってしまったこと謝れよ。ちなみにこちらの上タン680円どころか1408円な模様。なお食べ放題価格は4000円。お得すぎる。ゆかりさん、この収録終わったら一緒に行こうよ。ああ、今のところ予定ないんですけど。なんか予定入りそうなのでやめときます。ということで当チャンネルでもアンケートを取ってみました。焼肉食べ放題で上タン50人前食べたら食いすぎで怒られた、どう思う。結果はこちら。問題ない派が圧倒してるやん。しかし、50人前頼むことが問題ないのか、店側が怒ることが問題ないのか、どっち。これで混乱する視聴者さんが少なからずいました。投稿者は50人前注文することは問題ないという趣旨だったのですが、言葉足らずでした。申し訳ありません。文系にも間違いはある。ということで改めてアンケートを取ってみたところ、あんま変わらんやん。そうだね。
食べ放題ただし食べ放題ではありませんとか書いとけよ。倫理的にはアウト、法律的にはもう満タン。問題あると思う。普通に生きてたら一人で同じものを50人前食べられる人はなかなかいないということ。店側もそれを想定していないことはわかるだろうし、こういう結果も予測できたはず。ちゃんと残さず食べきってるならルール上は問題ないと思う。ただし書きで上限を設定してない店が悪い。ルールに反しなければ何でもいいみたいな短絡的な考え方が最近多く見られる気がする。等の意見がありました。個人的には50人前頼んでも問題ない派ですね。例えば食べ放題頼んだとしましょう。しかしあまり食べずに普通に単品で支払った方が安かったりしても、店側はその分の差額返したりしないですよね。食べ放題ってそういうものだと思います。そもそも食べ放題やってるならこういう大食いの人がいることもリスクとして勘定しなければと思います。一方50人前頼んだらできんと言われてもやむを得ないでしょう。長くそのお店と付き合いたいならある程度の配慮は必要だとは思います。皆さんはどう思いますか？よければコメントくださいね。定期。私が焼肉大臣になったら焼き野菜を廃止します。肉焼きに来たのになんで野菜焼いてるの？生野菜を焼いてタレや塩で食べるという調理法意味ある？そんなに野菜食いたきゃサラダ頼むなり、サンチュで肉巻こうよ。網の上に不純物を乗せるな。日本の焼肉を守りたい。これで支持率アップ間違いなしだな。以上、ボイスロイドどうでもいいニュースでした。続きましてボイスロイドもっとどうでもいいニュースです。話法、 Z 世代さん、他人の成功が許せない。世界ランクという謎概念。他人の不幸は蜜の味。他人の得や成功に怒りや嫉妬を覚える Z 世代 &25 から29歳で5割に達するという記事が話題です。ビッグローブは2023年9月12から14日に全国の18歳から69歳の男女1000人にアンケートを実施、各世代の意識調査をしました。まず、人と対面で会うのが好きではない。アンケート結果がこちら。年代が上がるにつれて人と会うことに抵抗感を感じない人が増えているのがわかります。これはネットが発達したことにより若者さんがリアルで会うのに面倒くささを感じるようになったからでしょうか。寂しさや孤独を感じることがあるという質問では、これまた若い人ほど孤独を感じやすいことがわかります。40代以降に当てはまらない人が増えているのは結婚して家族が増えたからでしょうか。そして他人が得をすることや成功することに怒りや嫉妬を覚えるという質問では、18歳から29歳の若者さんたちは特に嫉妬を感じやすいことが顕著になりました。半数近くが他人の成功に嫉妬を覚えてしまう Z 世代にネット民は、 Z 世代は腐りきった SNS の嫌なところばっか見て育ってるから平成とかとは価値観が違うとは思う。人と関わることを拒絶するからこんなクズな思考になる。要するに人が怖くて嫌いなんだよ。若者なら普通、成功者見て自分の情けなさや悔しさから怒ったり相手を羨んだりするやろ。これ否定するの挫折したことないやつだけやろ。年寄りになるほど数字が低いのは諦めてるからだろ。等の意見がありました。個人的には、この数字だけで Z 世代さんがどうのこうのは言えませんね。20年、30年前にも同じ質問をした結果と比べてみないと、Z 世代さんが特別嫉妬しやすいのかわかりません。投稿者も動画投稿初期、ニコニコで同時期に活動した人の動画が先に1000再生達成して、すごく悔しかったことを覚えています。その悔しさをバネに、あの人に負けたくない、もっと面白い動画を作ろうと思ったものです。もうその人は動画投稿をやめちゃったけど。皆さんはどう思いますか？よければコメントくださいね。定期。それではあかりさん一言どうぞ。当チャンネルのアンチは投稿者のボンキュッポンのナイスボディに嫉妬して辛辣なコメントをしているようです。そうですか、ありがとうございました。それでは最後に謎かけを。嫉妬とかけまして、小さい文字と解きます。その心は？どちらも、醜い。ご視聴ありがとうございました。